おはようございます。いやー、今回ですね、1000以上のブログを作ってみたということですよね。なかなか売り上げにつながらないでしょ。これそうなんですよ。やっぱね、ブログたくさん作ってもなかなかなんですよ。それが当たるかどうかっていうのはね、わからないのが怖いところなんですよね。ただ私としてはブログを400個ぐらい作ったあたりから月収っていうのは上がり始めたっていうのはね、今までもお話した通り、そして YouTube にまとめてる通りなんですけども、それはですね、やってる時期っていうのが違うってことが一番大きいですよね。私がやってたのは2015年とか2016年、ここが一番私の、ブログで一番熱かった時ですよね。で、同時にこの波は今が最後だろうなと思ったんで、それ以来ブログっていうのでアフィリエイトするのをやめたわけなんですよ。ですんで今ね、2019年2020年にブログで何か勝負しようと思うのは、2015年当時と比べるとかなり難しくなってるのかなと思います。理由っていうのは2つぐらいあって、1つはですね、ブログの量産をする人が他にも出てきているんで、当時と比べてね。じゃあどのぐらいの量産ならいいのかっていうふうな数のハードルが上がってるんですよ。当時は数百とかね、1000いけばそこそこ売り上げが見えてたんですけども、今はね、1000同じ数ではダメなんだろうなと思います。1万とかになってくるんじゃないかなと思ったんですよ。私も1万4000サイト作ってきて感じたんですけども、1万4000ならなんとか振り切れるけども、多分それはね、1万サイト作ろうなんて思う人がいないっていうところからが始まりなんじゃないかなと思いますよね。で、サイトを作るときにただたくさん作るっていうのも一つなんですけども、やっぱり一部にはね、非リンクとかもかましてたんで、そういうのも効果が出てるのかなと。キーワードですとかね、それからタイトルタグってものありますから、多少はだから工夫するようになりながら作ってきたかなってことでございます。そういえばね、ブログの中に YouTube を入れるようにした時期もありましたね。そうすると検索にかかりやすいってことも言われてたんで、それを信じてやっていたという、様々な工夫をしたり工夫をしなかったりとかで、おおよそはもうベタ作りだったんで何も工夫がなかったんですけどね、これからもね、ブログに関してはどういうふうにやっていくかってことを、多少はね、やっぱりこう知識がないとダメなんじゃないかなということがだんだん見えてきてるなってことですよね。で、もう一つなんですけども、素晴らしいブログを作ったとしても、それがね、 Google がコピーサイトを作っちゃうんですよ、ロボットで。ですんで、優秀なアフィリエイトサイトを作るとそれと同じようなものが自動生成されるんで、結局はね、無力化に入っていくんで、作り続けないといけないっていう苦痛があったんですよね。でもね、今回ブログをたくさん作ることによって、凡事徹底の凄さとかね、怖さっていうのが見えてきたと思うんですよ。それだけでも大きな成果だと思います。実際売り上げを上げていかないといけないんですけどね。で、次はですね、 YouTube なんですよね。だから私は YouTube だと思うんですよ。で、2020年は YouTube、そして FX、特に YouTube ですよね。FX はまだまだ余剰資金がないとできませんので、YouTube っていうのは作るのが無料で、それからアクセスは一方的に集まるわけなんですよ。で、YouTube をたくさん作っていって、そこにビジネスのチャンスを見出すっていうのが、今風なのかなと思いますよね。だから2015年っていうのは、YouTube がそんなに発達してなかったんで、ブログっていう選択肢だったんですけども、現在はブログ以上に YouTube の方が可能性がね、ありますんで、同じエネルギーをかけるんだったら、1000本のブログよりも1000本の YouTube 動画だというふうに私は結論付けて、これからもね、 YouTube をお勧めしていこうかと思います。それではね、ブログの成果の画面もいただきましたんで、しっかりと見させていただきます。本当にいつもありがとうございます。お世話になります。また会いましょう。